はい、こんにちは、竹村です。今日はですね、2020年最新型エイキョーさんっていうメーカーなんですけれども、ルームミラー型のドライブレコーダー、360度録画できるタイプの、セパレート式のドライブレコーダーの取り付けレビューなんですけれども、よかったら一緒に見てください。エイキョーAKY-V360S っていう製品なんですけれども、Amazon さんの方で、そうですね、ルームミラー一体型のドライブレコーダーではかなりの高評価で、なんか最近、話題のドライブレコーダーメーカーさんらしいです。それでは中身見てまいりましょう。こちらがドライブレコーダー本体なんですけれども、セパレート式でリアを映すカメラはまた別途ついてるんですよ。終わりに重たいな。こちらの方がカメラですね。カメラの方はこうルームミラーを置いてこう下向きに使うことで、360度撮影してくれるんですけれども、これのすごいところはソニーさんのスタービスっていう、その夜でもくっきり映像が映るそのセンサー使ってて、昼間の映像も綺麗なんですけれども、夜の映像もくっきり綺麗に映るって説明書の方に書いてありました。それで、後ろの方なんですけれども、既存のルームミラーに引っ掛けてゴムバンドで固定するだけなんですよ。取り付けは非常に簡単で、SD カードも32ギガの SD カードが標準装備されていて、もう届いたらすぐ取り付ければ運用できる仕組みになってます。じゃあ取り付け前にその他の付属品見てまいりましょう。これがリアビューカメラですね。セパレートタイプで、これも確かソニーさんのスタービス対応のはずなんですよ。後ろのその映像の方もくっきり、撮影してくれるタイプですね。あとは、そうですね、GPS も対応しているということで、GPS ユニットが付属します。これは後ろ側、リアビュー側の配線ですね、接続配線で、リバースに連動させることもできるんですけど、今回リバース連動はやめておきます。普通にデジタルインナーミラーとしても使えますんで。で、電源ソケットですね。USB です。USB。ミニ USB やったっけ？忘れました。それとこれが、そうか。リアカメラの、マウント、カメラマウントで、これで調節できるんですね。割にしっかりしてていい感じです。リアビューカメラって結構ねぐるぐる動くタイプがあるんですけど、これはしっかりガチガチっとした感じで、そんなにくる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 回る代物ではないですね。上向いたりとか右向いたりとかしちゃう時あるんですよ。でこれが、ルームミラーに固定する本体ですね。固定するゴムバンドです。取り付けはそんな難しくないんですけれども、後ろの配線ですね、どうするかですよね。これが内張り剥がし、後々も使えるんで取っておきましょうみたいな。それじゃあ早速つけてしまいましょう。まずミラー本体つけちゃいましょう。こういう感じですね。ちょっと短い方のゴムでいってみます。長い方のやったらちょっと短い方のゴム使って取り付けしてみます。長い方のやったらめっちゃ長いからちょっと見た目が悪いかなと思って、それでもまだ余るか。ちょっと仮付け、下からこうか。これでもまだちょい長いかな。
まあ、ほんまは取り付け簡単で、もうこれでいけるはずなんですよ。裏はほんまにゴムだけで止まってるっていう感じですね。見栄えがあんまり良くないかまあこんなもんかな。こういう感じですね。あ、こっちはまだマシかな。まあこういう感じで、でこれがカメラですよね。カメラがどんな感じに映るのかちょっとよくわからないんですけど、とりあえず取り付けしてしまいましょう。それで、このアクセサリー電源シガーソケットに差し込むだけなんですけれども、つけちゃいましょう。ここっすね。とりあえずこれで電源入るはずなんですけど、入りましたね。フィルムを取って、おー綺麗綺麗。次に配線なんですけれども、そうですね、ピラー通したりとかせんと、僕いつもここにバイザーにあのもう挟んじゃって、こういう感じで、であとはあのここのピラーにあの配線をこう A モンで売ってるんですけれども、配線をこう挟む込むあの両面テープあるんで、それで後でまたあの見てもらうんですけれども、それで配線いつもやって、こういう感じで、で助手席の下通してやってます。ここのピラーに這わすんですけど、こういう感じで、また後で見てもらいます、すいません。次リアの方やっちゃいましょう。これがリアガード壁なんですけど、ここにあのここに差し込むだけですね。それでどんな感じに見えるのか、さっきチェックしてからあの取り付け貼り付けしてみます。今ねリアビューカメラの位置ちょっと調整してるんですけど、そんなにめちゃめちゃ広角ではないですね。リアビューカメラの取り付けですよね。配線ね、どうしようかな。この中はわしましょうか。配線この中はわして C ピラーの中入れて、 C ピラーそんなにあれなのかな、外れんのかなこれ。あ、外れました。 OK ええ感じで、配線を僕には無理ですだからこの中に入れちゃいます。ある程度入ったら、このねクリップ割にね強力なんですよ。だからこれ止めてしまう。いけました。一応あの完成の方なんですけれども、まだちょっと GPS つないでなくて、前から見た感じはそうですね、もうあのドライブレコーダーついてるっていう風には見えないです。いい感じですね。いいです、いいです。GPS ユニットの取り付けの方はここに差し込むんですけど、配線をどうしたらいいのやろう。ちょっとね GPS ユニットは僕つけんとこうかなと思います。とりあえずあの動画レビューの方で、ちょっと使う必要があるんで、とりあえずここに仮付けみたいな、バイザーの中に挟んでます。はい、今ちょっと夜なんですけれども、画面がねどうしても昼間やったらちょっと見えにくくて、モニターの明るさ少しあの調節できなくて、夜ちょっと見てもらってます。ねめっちゃ綺麗ですよ。あの今リアカメラのモニター出してるんですけど、ほーら、これがソニーさんのスタービスの威力ですね。めちゃくちゃ綺麗です。
まあ、ちょっと明かりがなくなるとこんな感じで、少し見えないんですけれども、これまた走行レビュ ー撮影するんですけれども、多分夜くっきりドライブレコーダー撮影できるんちゃうかなって思います。ほらめちゃめちゃ写りがいい、すごい。でフロントビューモニターの方はこういう感じにしたら左側にフロント側のカメラ見えるんですけれども、それではちょっとね、表示画面のモニターのデモですよね、見てみたいと思います。最初はマルチウィンドウモードになってました。こうですね。そしたらフロントビューモニターの画面が4分割になって見えるんですよ、見えてるんですよ。で、右側がリアカメラになってます。それで、左右中央っていうやつにやったら、中央がリアビューカメラですね。で、左右がこの360度カメラになってます。あと、球面モードにしたら、これ下に映るのか、こうしたらどうなってんのかちょっと僕にはわからないんですけどね。なんやろこれ、なんでどういう意味なん、そっか、これやったら上上げすぎか。球面モードで今ちょっとこういい感じで前が映ってますね。スタービスの方なんですけど、すんげえ夜真っ暗な夜でもすごいよう見える感じになってますね。すげえ。で、ワイドアングルモードにしたら、もうちょい上げたらこういう感じに、フロントビューモニターが普通のドライブレコーダーの画面モードになります。でダブルタップしたら後ろがバチッと映る感じですね。でマルチウィンドウモードにしときましょう。でこういう感じで、あとメニューの方はそうですね、これメニューの方なんですけれども、常時録画の設定画面、1分2分5分上書き録画方式なんで、32ギガの、メモリーも上書きでどんどん録画していくんで、全然録画がパンパンになることはないです。で G センサーですよね、衝撃があった時に映像を保存、ハイタロックできるかどうかの設定です。でなんでちょっと待って、それでフリッカレス、わからないです。で音声録音のオンオフがあって、リアカメラ、静照と鏡像、わからないです、スクリーンセーバーはそっか、スクリーンセーバー昼間ね鏡が二重になって見えにくいというか、このスクリーンセーバーモードを使ったらいいんですね。でもう一個こっちの方にしたら、言語設定と操作音設定、HUD モード、HUD モードはここにいろんな情報が出るようにするあれですよね、あれって何やろ、すいません。でシステムはこれフォーマットリセット、これはSD カードのことだと思います。すいません。とりあえずいい感じです。すごくこのスタービュー、すごいめっちゃ綺麗。これちょっとほんま昼間の録画の映像も綺麗やと思うんですけれども、夜のその映像もくっきり映ってると思います。とりあえず、今日は以上で、エンディングに参りたいと思います。すいません。一応ですね、映像だけ夜の分だけ差し込みさせていただきました。エンディングはすいません、昼間ということで、また、映像サンプルの方は、そうですね、昼と夜の分、アップさせていただきたいと思います。そんなにね、ドライブレコーダーをつけてますいう感はなくて、で、このあれなんですけど、
どうなんでしょう。昼間はねほとんどね液晶画像が見えないですね。やっぱりあと GPS つけて、そうですね、映像レビューアップいたしますので、またよかったらぜひ見てください。以上です。疲れました。お昼間やっぱり DIY するもんじゃないですね。すいません。それではまたサンプル映像アップいたしますので、ぜひ見てもらえると嬉しいです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。